霊夢さん今回の期待なのですが、翔星さん機動戦士ガンダムダブルゼータに登場し、その後機動戦士ガンダム UG にも登場した量産型重モビルスーツですね。ネオジオンが地上戦用に開発した新型モビルスーツのうちの一つだよね。はい、それでは皆さんゆっくりしていこうね。それでは早速今回の機体についてお話ししていきたいと思うのですが、地上侵攻の要となった機体とはドライセンでございます。ドライセンはあのハマーン様がかなり評価していた機体だね。もともと本機は地上での戦いをメインとした機体設計だったのですが、最終的には宇宙での戦いもこなせるようになっていった機体ですね。格闘戦が得意な機体で、ビームトマホークやビームランサーを使った時の強さがすごいよね。あと様々な武器を使い分けることも可能です。さっきの武器以外にもジェイアントバズやヒートサーベルも使用できるから、従来のドムと同じような戦い方もできるよね。アニメ本編での活躍の場面こそさほど多くありませんでしたが、得意の機動力を生かした近接戦では当時かなう敵がいないほどでしたから、相当な強さを持っているドライセンだけど、ドムの後継機になるのかな。ドライセンは過去のモビルスーツの設計思想を踏襲することで開発を進められたモビルスーツです。そういったことから本機はビッグドムやドワッチ、グロースバインやバインニヒツなどドム系統モビルスーツの集大成となりました。この時代の次に出てくるのがリファインドムという機体であり、スピンオフ作品やゲームに登場してきます。ですのでドライセンは実質的にドムの最後の正統後継機ということが可能だと思います。実質それ以降にドム系統の機体が公式にて出てこないってことを考えると、それだけこのドライセンが完成されていたことが証明できるよね。もともとドムという機体はジオンが一年戦争期に開発したモビルスーツであり、脚部に熱核ジェットエンジンというエンジンが内蔵されていることから、ホバーを使用して超高速で地上を移動できる機体でした。地上の王者と言われるほどドムのホバー移動は敵にとっては脅威だったようだね。高速移動により一瞬で懐には行ってこられて、そのままヒートサーベルでやられてしまいますし、一年戦争で使用されたモビルスーツ用の武器としては最大級の威力があり、ザクマシンガンの10倍以上の威力を持つジャイアントバズを装備しておりますから、破壊力も抜群です。高速で動き回るから敵からすると狙撃することが難しいっていう難点もあるよね。そういった素晴らしい機構を持ったドムの流れを受けて、ネオジオンが開発したのが今回お話ししているドライセンなのです。ドライセンが開発された当時って、ネオジオンが開発していた機体は複雑な機構を持つものが多かったけど、ドライセンはものすごくシンプルなんだよね。このようなシンプルな機体は継続して使用されることが多いのですが、ドライセンも例外ではなく、その後のガンダム UC においても袖付きに多くの機体が残っていたようで、ほぼそのまま少しの改修だけがなされて使用されていたようです。それだけこのドライセンが使用しやすかったんだろうね。シンプルでいて複雑な機構が存在せずに、信頼性、耐久性ともに高かったようです。そういったこともあって信頼性がとても高くて、第一次ネオジオン構想中盤以降だと、ネオジオン軍の主力としても多くの場面で活躍をしたモビルスーツだね。ドムの流れを含む機体なのですが、違いも結構あります。どちらかというと従来のドムってバズーカを使った砲撃戦が主体だったよね。本機はどちらかと言いますと、ビームトマホークやビームランサー、トライブレードのような武器を使用した近接格闘戦が得意となるような設計が施されているのです。あと従来のドムとの共通点を挙げると、筒よな装甲を持っているところだよね。狙撃されても撃破されにくいことも信頼性のアップにつながったと思います。いろんな武器があるけど特徴的なのはトライブレードだね。
この武器はまるで手裏剣のような独特な形状をしておりますね。まるで手裏剣のように射出していく。なぜかドム系統は侍のようであったり忍者のようであったり、和を感じさせると思うのは私だけでしょうか。アニメ本編だとあまり目立ていないこの武器だけど、ゲームだとまるでオールレンジ攻撃の武器みたいに命中率が高くて使っている人も多いみたい。このように多様な武器で敵を錯乱し、もともと地上用として設計されておりながら宇宙でも十分な性能を発揮して、さらに高機動と重装甲という相反する二つを見事成し遂げた、とてもバランスの良い優れた機体であり、ドムの発展系の最終形態となったのがこのドライ戦なのですね。これだけ素晴らしい機体になったのもベースとなったドムが素晴らしいからだと思うよ。その通りですね。ここからはそんなドムの魅力についてお話ししていきましょうか。もともと人型モビルスーツが開発されたのは人型によって操作感覚が人に近いというメリットがあったからだったと思うけど。そうですね。他の人型でない兵器と違って万能性が非常に高いのが人型モビルスーツを使うメリットでした。でも重力下においては機動力が著しく遅いのがデメリットだったね。そこが問題点であり解決すべきポイントでしたが、連邦ジオン双方ともにそこをクリアできずにいた。そんな中開発されたのがドムでした。ドムのコンセプトは重力下における機動性の確保だね。その一点に絞った開発がとにかく急ピッチで進められていったのです。そもそもドムの前にすでにグフという強いモビルスーツがあったよね。グフは近接格闘に特化した強い機体ですが、近接戦を挑む場合当然ながら敵に近づかないといけません。ただグフは機動力がなかったから近づくまでに射撃されて破壊されてしまうことも多かったよね。そういった意味でもヒット&アウェイが可能なモビルスーツの開発が急務であり、それを新規開発されていたモビルスーツドムに託したのでした。そういう背景から完成したドムは目的だった。ヒット&アウェイはもちろん強力なジャイアントバス、さらに硬い装甲を持つとても素晴らしい機体に仕上がったよね。ドムの魅力って明らかに重そうなモビルスーツがホバーで超高速移動をするというところですかね。さらにドムのゴツゴツしたデザインも魅力的だね。はい、今回はドライ戦についてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。